ウィッカーマンの創造が、ウィッカーマンとは、古代ガリアで信仰されていたドルイド教における釘、人神獄の一種で、巨大な人型の檻の中に犠牲に捧げる家畜や、人間を閉じ込めたまま焼き殺す祭儀の、英語名称である。英語で、ウィッカーマンという古称は、網細工でできた人型の構造物を意味する。古代ガリアの宗教儀式としてのウィッカーマンについては、カエサルの、 ガリア戦記アストラボンの地理史の中で紹介されている。ガリア戦記第6巻16節には次のような一節がある。アリー・インマニ・マグネトゥディーン・シン・アレイクラ・エビント、クオーラム・コンテックスタ・ビミニーバス・メンブラ・ビビス、ホーミーニ・エブス・コンデント、クイバス・サクセンシス・セル・コミューベンテ・フラ・マクサン・ネマンター、ホモンズ・あるものらは、恐ろしく巨大な像を持ち、 そのみ細工で編み込まれた死体を人間たちで満たして、それらを燃やして、人々は火炎に取り巻かれて生き耐えさせられるのである。このような人心獄はガリアのローマ化によって耐えたと思われる。近世になってケルト人への関心の高まりとともに、ウィッカーマンは人々の好奇心をかき立て、様々な創造画が描かれた。1973年にはイギリスで、 スコットランドのことを舞台とするウィッカーマンとして映画化され、2006年にはニコラス・ケージがアメリカ西海岸のことを舞台とする同盟のウィッカーマンとしてリメイクした。現在、スコットランドではウィッカーマンフェスティバルという音楽祭が催され、巨像が作られている。また、類似の催しとしてアメリカネバダ州の砂漠で巨大な木製人形を燃やすバーニングマンがある。もちろん、 これらのいずれにおいても人間や家畜などの生き物が燃やされることはない。ありがとうございます。